スナックラビットさんで収録させてもらって、ですね、あの仲間の平君と一緒にモノマネ対決をしてですね、思い出した、思い出しました。でも全然あ、そうそうあのつまんねえだけつまんねえ、つまんねえ、あ、素晴らしい、思い出した、思い出した。それで、あの飯田さん、あの私ね、飯田さん三河健一さんのモノマネをされてたんで、されてましたね、あの、はい、で、私1年間修行してみたんです、頑張って、あのその成果を今日聞いてるので、ちょっと対決、対決のね、ちょっといろいろ頑張ったんですけど、はい、この範囲までしか行けませんでした。行きます。はいはい、いや、私は作りだもんな。ダメダメ、いや、歌手の師匠師匠、浅間さん、歌手ですよ、歌手ですよね。ああ、はいはい、もう一回ですか、もう一回、もう一回、ドン。私は水の女、なんかあの瀬川栄子さんみたいな。瀬川栄子さん、日本、日本、すみません、お師匠様お願いします。来年に向けてちゃんと聞いとくんだぞ、はい、もっと端っこ歩きなさいよっていうね。あ、そう、もっと端っこ歩きなさい、なんか違うんですよ。それで、あのラビット飯田さん、有効の証見ててください、このペン、このペン、はい、あの今私が赤いペンを持ってです、なんとペンライトでですね、よく皆さんに、はい、あのライブの時にね、皆さんの名前を伺ったりとかしてる時、このペンを持ってて、ここにラビット飯田さんって名前が入ってたペンを昨年いただいたんですよ、はい、これを1年持ち続けてました。ラビットイだって何って言われて、そのためにこのモノマネする人だって、一生懸命師匠のことを宣伝してました。そのラビットイださんで、赤いペンのラビットイださんです。時々ブログに変なメッセージがボンと入ってたぶんそれゆきちゃんとパン、え、いやいや、ちょっとそれは何だ、どんなメッセージ、どんなメッセージですか、卑猥なメッセージ、いや、卑猥ではないですけど、あ、なんか真面目な応援メッセージ、真面目な応援メッセージ、頑張ってください、いや、余計なお世話だよ。頑張ってね、これ以上頑張ったら死んじゃうよって頑張ってくださいとか頑張ってました。いや、ありがとうございますって思いつつも、はい、で、ちょっとラビット飯田さん、あの河合さんの方からあのちょっとご紹介を改めて、え、なんでいきなり、いきなりそんなに、もうここにそのまま貼っていただいたことありますか。あ、そうですか、いい男です、いい男です、うん、え、私のいくつ後輩でした、後輩3つ3つ3つ後輩で、はい、同じ、集落の出身です。タコイガマシの、タコイガマシ の、はい、あと知りません。あとあれですよね、一時期川崎に出られてたんですか。あ、そうですね、そう、川崎に出てた、溝の口のなんかトイレに駆け込んでたっていう、そうそうそう、話が多い。あのね、もうね、10代後半、高校卒業して、集団就職して、はい、その時にね、水の口のトイレは任せて、それから乗り換え時に、ね、乗り換え時に、そうそう、で、ここ、まあ、あれから、まあ、出会って1年ですけれども、はい、この1年、はい、このスナッククラビットは何かあったんですか。そうね、まあ、新人くんが入りまして、新人くんが入りましたよ。新人くんどっか行っちゃったんですね。おい、ひとしひとしおい、ひとしひっそひとし、ラーメン食いに行っちゃうみたいな。いいんですか、行かしちゃって、なんかラーメン食いに行っちゃう、残念ですね、残念ですね。なんかあのラビット飯田さん、普段はどんな活動をされてますか。まあ、普段はお店とですね、あと地元の、松前の歴史の街道ですね、桜が、今は桜なんで、はい、今は桜の街道をやってますね。桜のガイド、はい、桜が咲くと桜の街道、一歩一歩、この桜はって、そう、そうなんですか。花びらが直径 4.5 センチから5センチとか、花びら15枚とか。本当ですか。これが撫でてますね。じゃあ、実はね、今日はい、私とね、高橋涼子ちゃん、ルアちゃんですね、桜、はい、松前公園で、この5月のね、下旬、はい、初めがこの桜のいいシーズンで、もしよかったら、ちょっと全国の皆さんに松前公園のことを。ウコンはどういう桜なんですか。ちょっと、なんで人の話を聞いてるの。ウコンはどんな桜。ウコンはね、黄緑色の桜ですね。はい。はい、なんか、うつのうつね、そうそうそう、どんなやつ、そうなんですよね、黄緑色の桜 で、 で同じ種類に魚以降っていう種類があってですね、はい、それと2つ並んでて同じそっくりな桜なんですけど、詳しいわね、それ黄緑色の桜ですね。それが大体直径4、5センチぐらいで、花びらが大体30枚ぐらいの黄緑色の桜ですね、茶色い葉っぱが咲く、茶色い葉っぱが、で、松前公園ところにね、はい、なんだっけ、250種類の桜があって、で確か日本の桜が全部で350種類のうちの250が松前だと言ってたんですけど、大半ありますね、大半、ね、
大阪の造幣局から持ってきたものもあるんですよ、はい、で結構あの遠方から今日も、ね、来てる人いっぱいいましたね、あの全国からいらっしゃいますね。先日ゴールデンウィークは、ね、鹿児島の女性が来てました。でそのお姉さんにこうガイドしたんですけど、それもちろん三河健一のモノマネでガイドをするんですか。こちらの桜のですかっていう、ね、そういうふうにはしませんでしたけど、ね、真面目にやってますけど、はい、鹿児島の、はい、そうなんですよね。でもそ の, あのモノマネの活動は基本的に松前だけなんですか。あの、まあ、お呼びがあればどこにでも行きますけど、はい、あの交通費は出ないけど、はい、川崎でやってほしいよね。もう自分で行っちゃいますね。川崎に行ってくれますか。あの好きで行っちゃいますから、はい、多分ね冬近くなったらじゃあ野間で6月の涼子ちゃんの一枠空いてる。6月ごめんなさい11月以降だったら大丈夫です。ああ人気者だから先のガイドが入ってるんですよ。ガイドが、ガイドでもガイドはガイド、あ、ちなみにあの他に松前公園以内におすすめどころってどんなところですか、はい、松前に来たらここ行っとけっていうラビット飯田さんっておすすめですか。モグサっていうところあります。モグサ、はい、川上さんの実家のあたりあの辺の海岸線は、ね、非常に景勝地でいいところですよね。モグサって、はい、でそのすぐ近くに荒波神社って神社があるんですが、はい、そこの神社に行ったら、多分熊ちゃんは嫁もらえるかもしれない。あ、本当縁結びってやつですか、ね、縁結び勝手に縁結んじゃってね、なるほど、はい、じゃあ全国で今嫁やね婿募集の方はぜひ荒川神社荒上神社、ね、今ので私もうご利益なくなってしまっただから今31までこういうことになってるんですかね、はい、すいません、ありがとうございます、はい、でなんかラビット井出さんからよかったら最後全国の皆さんに一言メッセージを、どんなことでも結構です。はい、わかりました。はい、浅間ゆきちゃん、高橋涼子ちゃん、ルアちゃん、よろしくお願いします。一応ちょっと、私はね、玉砕しちゃったけど、いやうちの T1 さんの三上欽一を見てほしいな。おっ、おっ、そう私はサソリザーンド。なんで手をこうしてるの。岡間系だからだよダメですよね。ね、訓練すれば大丈夫ですよ。訓練すれば。訓練すれば。ちょっとムチで叩いて。来ました。その辺のジャンルだと思います。名前川上さん畑だ。ちょっと黙ってられなくなった。じゃあそれはあの最後のエンディングでお届けしたいと思います。ありがとうございます。ラビット飯田さんでした。はい、ありがとうございます。あんなにカスカスの声から一気にこう仕事のモードのやプロの中発声がね違うからあるよね。お疲れ様でした。どんどん弱々しくなってすいません。時間が大丈夫だった。途中の割り方を聞いて、じゃあ、最後に、ラビット井田さんのオリジナル曲を曲紹介お願いしますということで、ちょっとコメントあの、後で。ちょっと、ゆうきさん、そのラビットさんの曲のテーマは何か。今日は桜の咲く丘っていう。はい、ここは僕ですね。そうですね、これは松前公園松前公園の桜を見て作ったんですね。はい、はい、じゃあちょっと最後曲紹介ってところで、はい、もう一回いきます、3、2、1。それでは、なんとラビット井田さんオリジナル曲があるということで今日皆さんにお届けしたいと思います。曲紹介を最後にお願いします。はい、松前公園を歌いました桜の咲く丘です。聴いてください、どうぞ。はい、いらなかったよね。盛り上げろ、聞いてください。わーって六郎、当時の芸名六郎さんって書いてある。六郎随分なんか全然違う。六郎って六なんですか。ロックンロールにかけたんですけど、あとは1曲目がナイトラン、サブタイトル飛ばして走る。それいいよね。それもまたなかなかいい歌だよ。思い出してきた。思い出してきた。桜のなんとかは覚えてないけど、そのナイトランはいい。結構多いでしょ、好きだったじゃないとな、自分で。飛ばして走る。意味深な歌だよ。そうです。
何だったら箱の会員60万ですか。あ、そうだ。じゃあ、これ、はい、私が。どうぞどうぞ。はい、じゃあ来週このナイトランかけてもいいですか。はい、いいですか。著作権かけないで。ちなみにこのナイトランってどんな歌なんですか。テーマ、え、来週ってもう、あ、次の週。次の週。すごいな。ね、あの、まあ、ドライビングの時の的に爽やかな歌、ね、聞いてほしい歌です。爽やかな。え、じゃあ、今回は次の週に書かせてもらいます。